この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、水曜10時はエルクへおいでやんす。なんか透けてるんだよ。ちょっとピッて上げて。私もこうやねんけどな。そうそう、俺ちょっと透ける疑惑がね。あれ透けてないやん。コメント頑張れよ、頑張らないとしばくってコメントが、はい、エルクファンでしょ。ちょっともうちょっとこれアップにして。椅子映らんぐらいがいいな。あれなんかね、ちょっとあれかもしれない。もうちょっと前に。うんうん、こんなもんで、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで本日もエルカおいでやすお送りしますのは、うん、私エルクストリートのジュライトシャックです。はい、ということで、うん、あれですね、一週間の写真を、あ、もう一回行っちゃいますか。なんか喋りたことありましたか。なんか口頭でまずこういうのがありましたみたいな、なんか説明していた方がいいかな。いつもこう写真流れていってさ、こう喋ってしまう間に流れていく時もあるよ。はい、だから先週こう何したっていう、はい、ところからね。じゃあどうぞ。先週はありがとう、ツルリップスと経営者のツーマンライブに行ったのと、ストリートライブかな。あと何かある？何それ。あ、言って写真出すんじゃないの。あ、そう。じゃあ写真出す意味ないやん。そう、言って例えばツーリップスとケイシタンの、うん、あのツーマン行ってきましたって言って写真出たみたいな。そうそう。あ、じゃあそれでいこう。じゃないと意味ないよね。はい、じゃあそれ行きましょう。いつも通りに。ちょっと聞いてる。ツーリップスとケイシタンのツーマンに行ってきました。ドン。はい、これですね。これツーリップスやね。はい、私ね、あのブログにも書いたんですけど、ツーリップスは結構エルクと同じ匂いがするなと思って。音、俺もっとポップなんかなと思ったらさ、なんかめっちゃヒップホップみたいなので、ドゥーンドゥーンみたいな。なんかエミネム好きかなと思ったの。あのスコーン君がエミネム好きなんかなとか思ったのとかもあったし、ね、あとはなんか私的に、うん、あのちょっと歌詞のくどさがエルクっぽいなというか。ああ、なるほどね。うんうんうん、私好きやなと思って、うん、初めて、だからその一回ミックスジュースで昔、うんうん、一度共演させていただいてるんですが、うんうん、あのその時多分私ヘアメかなんか行ってて、ちょうど見れてなくて、ちゃんと。あ、今回初めてきっちりちゃんと見れたから、向かってる時とかやね。これ帰りやね。帰りや、うん。あ、そうそう、さっきの写真やろ。そうそう、髪の毛紫に見えるよね。でも色変えてないよ。そうそう、今日、そう、これやんな、紫に見えるの。あ、確かに。そう、私でもこれ見て紫にしようかなってちょっと思って。似合うかもな。なんか可愛いよね、紫も。うん、なピンクは今までもやってんけど、青とピンクはやってんけど。ちょっとパンクっぽくなるよな、ズライがやったら。あ、そう、うん。和服がどうなんかなって感じ。紫とか。でも和服するときに真っピンクの頭とか面白いよね。いや、まあそうなったらいいけど、うん、なんかメッシュぐらいやったらちょっと微妙やな。そうやな、うんうん、分かる分かる。あ、で大宮ストリート、日曜日は大宮ストリートやね。ドン、うん、そう、ドン。これめえらいいっぱい書いたな、エルクストリート、エルクストリート言うて書いた。これあの下アーリンがやってくれてんね。あ、そうなんや、うん、アーリンが書いてくれて、なるほどね。これスリポルからやったね、じゃんけんしてね。そう、いつもじゃんけんで順番決めんねんけど、八郎城ライブの人がトップバッターになるっていうジンクスがあるみたい で、 でこの日はスリポル、エルクで、ラムビーツ、うん、ラムビーツ、ラムビーツ、はい、で、エッジレイパーズ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 みたいな感じね。そうそう、これね、あの前にオカジュンがいるけど、基本的にオカジュン DJ で、後ろにいる響きが歌ってる。そうでございます。そうそう、これ2回目かな。そうそう、うん、2ステージやって、久しぶりにこの日月下美人とスイートベイビーを歌いました、うん、これは SS です。そうそう、この時私が着てるエルクティは、うちらが XS って言ってるサイズね。そうそう、そう、160サイズ。ほんで俺は M です。で、この XS に限ってはあと1着、あ、そうなの、あと2着しか残ってない。で、S が、うん、結構あんのか。なんかめっちゃ残ってしまって、うん、S が一番残ってて、うん、M は完売しました。結構 S… みんな、女の子、私太いから M とか L とか言ってでかいの買っていくけど、これ男の M やから、うん、あの女の子で少々太ってても S で入るねや。
俺で普通にまだ余裕あるからな。そう、ショッツでも M ちょっとでかいから、うん、男の人のちょっと太めでも M 入るぐらいやから。そう、俺が普段ライブとかで着てる T シャツとかが M やねんけど、そう、私あれが S ぐらいやもん。あれで S ぐらいやもんな。ショッツも M でちょっとまだでかい、あの全然チチパンパンなってない、チチパンパンならない、なってない、なってない。それは G カップとかあったら分からへんけどそんな全然俺が M で、あの下がちょっと長いぐらい。そうやね、だからみんな S サイズ、女の子は S 買ってほしい。 L はやめといた方がいいと思う、うん、L はね、男の人でもだいぶでかい人がいいと思うよ。この男の子着てんのでも M やもんな。そう、でもこのショー、そう、名前言ってたわあのこの右の男の子が着てる M サイズでもちょっと私大きいなと思って、 S でもいけたんやろなと思ったけど、開けちゃったらね、もう返せないから、うん、そうそう、そのくらいあるって何？ G カップあるってこと言いたいの？ええやん。え、この人 M？ そんな M サイズ、 M、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  もう L なかったからこの時。あ、そうそうそう。で、L があと1着だけ残ってる。あ、ジャムさん L ちょうどよかった。あ、ジャムさんだって90キロあるって言ってたからね。あー、じゃあで、ちょっと減って85キロって言って、それでちょうどやったちょっと大きい。そうだから、やっぱ80キロぐらいないと L はちょうどじゃないってことよ。だからちょっと太ってるって言って L 買ったらダボダボなるから。そう、私そんな細くないからね、言っとくけど。いや、俺もあの全然細くないからね、うん、知ってる。しょっちゅう胸あるもん。俺胸あるもん。私より胸あるもん。おかしいやそれ。そう、だ女の子はぽっちゃりぐらいやったら S でいけるはずだ。これブルースにもらった。そうそう、皆さんいつも、あ、私送るの忘れた、写真いろいろ。フィフティのやつだろ。そう、フィフティの誕生日会の写真送るの忘れた。来週でいっか。そうやな、そう、これフィフティのあれやね。そう、今回ね、フィフティが15日このストリートライブの日、誕生日やって7歳の、うん、その時になんかお祝いのプレゼントもらったり。N チップスとか言ってな。そうそう、でこれは俺あの DJ 前とあのカップル風に撮ってみたってやつ。そうそう、カップルごっこ私と響きのあのカップルごっこ。何やねんさ、響きの顔イラッとするやろこれ。どっか1個前のありがとう、ひーちゃんバースデー。そう、この雪中梅すごい美味しいらしいよ。へー、有名らしい。そうなんや。これスリッパルね。なんでちょっとあれだ、ゲンキング。何ゲンキング？何何？だからゲンキングって人がうち動いてるの見たことないから分からへん。そう。まあ写真しか知らない。マジで？インスタとめっちゃいろんな出てる。インスタとアメブロしか見たことない。嘘やろ？本当。そうなの。だって私。でもゲンキングって私って言われるな。あ、もうテレビ見る。あ、そうなんや。うん。裏切りごちそうさまでした。そうそう。そうそう。あの一面メンバーにめっちゃジャムさんが。これ安定のいつものあれやな、あの10、9、8ってあのカウンターのあるやつ。そうそう、それ面白くてみんな撮んねん、それやってる間に。でも撮ったらこうなりますよ。さっきの写真また戻ってきた。そう、あ、じゃあ2枚あったじゃん。いや、違うやつ。あ、ほんま、うん、同じの戻ってきた。あ、ほんま、もうこんなもんじゃん。これで終わりかな。はい、ということで、いや今週も1週間いやねんけど、あのストリートライブがもうどういたしまして、どら焼き、ありがとう。燃焼しすぎたよな。ああ、その燃焼な、私あの燃焼いくらの燃焼かと思って燃焼、あ、燃焼っていうな、うんうん、なんやったっけあの増えていくやつ、いきなりやっていくやつ、フラッシュモブ。そうそう、フラッシュモブかっていうぐらいの勢いで、またおいでよ、来月もやるよ。まだ日にち決まってない。一人が動き出したら全員が動き出して、後ろのなんか中学生たちも一緒にノリノリになって、歩いてる通行人も巻き込んで。12月はね、まだ日にち決まってないんですけど、13日の日曜日はない。それ以外のどれかに決まりそう今。うんうん、バルクストリート、え、第1か第4、第4やったっけ。だ、13以外って。そうやね、うんうん、どれかになる。ということで、とりあえずオープニングいきたいと思います。ドドン、
ということで、うん、本日も早速質問が来ていたらしいので、うん、質問コーナーの方に行きたいと思います。はい、なんか私今日ここ低いな。はい、質問コーナーに行きましょう。あ、じゃあこれの前、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 それの前やな、いつってやつ。え、これいつやった。あ、そう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 。え、うん、あ、ちゃう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 、その前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 、その前、これからいく。はい、 Q&A1、 おなじみの質問いきます。はい、ジュラタン、今期はドラマやヒロドラ見てますか。うん、いつもみたいにジュライブしてお気に入りドラマの感想を聞きたいです。はい、今回ヒロドラ見てます。あれ、そう言ってなかった前も。あ、言ったっけ、別れたら好きな人っていう、あのピース綾部さんと白石美帆さんが主演やねんけど、うん、あれ白石美帆、そう、これ昼ドラっぽくないぐらい爽やかで、うん、今回全然ドロドロしてないけど、うん、まあちょこちょこ見てるかな。いや、あれやんな。でも私的にはもうちょっとドロドロしてほしい。え、でもしていくんじゃないの。いや、もうすぐ終わるもん。昼ドラってめっちゃ長い。あ、そうなの。もうすぐ終わる。もう終わるん。うん、今月の終わりやから。そうそうそう、もうちょっとドロドロしてほしいね。あの、衝撃な、私初めて昼ドラにハマったきっかけの昼ドラがあって、あれちゃん、バラと違う違う、非婚同盟っていう、ね、それまたわけのわかんない、連ドラやって。非婚同盟、そう、それ大阪に行った時にやっててんけど、それはあの、ある大金持ちのおっさん、うん、言ったらそれが、中、狭間徹だったっけ、風間徹さんがあるお金持ちの主で、ほんですごい大きな一軒家に住んでるの。で、あの、奥さんとお手伝いさんと女の子と男の子の子供を設けて一家で暮らしてるんやけど、愛人を作るのよ。で、その愛人と、愛人に妊娠がして子供ができて、その愛人と愛人の子供をあの離れに住まして一緒の一つ屋根の下暮らすっていうぶっ飛んだ内容の昼ドラがあって、で、その子供たちが、その親たちが言ったら同じ家で本妻と愛人が住んでるから揉めるわけやん。そのずっと揉めてるのを幼いながらに愛人の子供も本妻の子供2人も見てきたから、その子供たちが同盟を組んで、私たちは絶対結婚しないでおこうねって非婚同盟を組むっていう。あ、そういうことね。話やねんけど。あ、若いやつらがそれ組むんや。そう話やねんけど。でもそれなったら別にそんな面白くなくない。そんなちっちゃいやつがそんな。いや、その子らが大人になるので。なるまでなるね。あ、2部が始まるね。あ、なるほどっていうので、うん、それが始まったきっかけやって、私の昼ドラ生活が。いつやっててん、そんな。もうめっちゃ前やけど。そうな。そうそう。でもさっきアーリーも別れたら好きな人見てるっつって。見てる。でも私あれで、あの、今の新しい方の奥さんの AKB の女の子が出てんねんけど、もうその子の役がめっちゃ嫌いで、なんとかさやかっていうかな。山本、秋元さやか、ああ、そうそう、その子がなんか出てんねんけど、うんうん、その子が、あ、めぐみ役をやってるやん。誰やねん。そのめぐみがめっちゃうざいねん。めぐみ役はだから何の位置かわからへんやろそれ。え、あと今何見てるかな。連ドラ、あとサイレーン見てるよ。で、あ、サイレーン俺も見てる。あと、あの、今のこの裏番組の、あ、俺も見てる、あれやろ、偽装結婚も見てる。あれおもろいよな。あと、私今回結構見てんねん。あと、あの、火曜日の、あの、カリナが死ぬやつ。昨日なんか下に見てなかった。そう。あの、脳腫瘍ですとかやつ。そう、脳腫瘍のやつも見てるし。めっちゃ見てるやん。あの、今公式サイトでさ、見逃し見れるようになったから、あ、毎日洗い物とか料理しながら見るために見てるから、それずーっと見て、ね、日にち合わせて見てるわけじゃないけど、そうそう、毎日ネットアーリーもこれなかなかドラマ見てる。そうそう、元々そう相棒とかは見てない。あと、あの、今回、あの、糸井田さんのさ、糸井田さん、あの、本のやつ日曜日やってるやん。日曜日、ロケットなんちゃら、それめっちゃいいらしいよ。あ、私まだ見てないね。それ見たかったよな。全然知らんわ俺ドラマ。そうやな、今期はサイレン、下町ロケット、下町ロケット。あ、私これ本を、下町ロケットって読もうか悩んでんやん。あの、本、小説、あの、糸井田なんさらさんの本なんやけど、その人の本がすごい面白いから、下町ロケットめっちゃいいらしい。そうそう、めっちゃ話題よね。めっちゃ視聴率高い。今そうな
あ、今季一番とかある。へえ。そう、私は何かしながら見ます。いつもあの連ドラをその時間に合わせてこう絶対テレビって見ることなくて、というのもテレビのアンテナの部屋入れてないから、ネットで今見逃し配信であの公式サイトで見れるようになってるから、1週間やったらそれで、いつも深夜に洗い物とか料理をしてる時間の暇な時間にいつも見てる。あ、グッサン出てる、グッサン出てる、グッサンもあんま好きちゃうねんな私、あのドラマの中のでは。下北ロケットはそれまだ朝箱やろ、どっか。そう、そう、むしろテレビでは見ないね、うん、はい、じゃあ2問目そろそろ行きたいです。あ、そうそう、これこれ Q&A に好きな人にクリスマス前だし告白する計画を立ててます、うん、おー、おめでとうございます。そこでジュライちゃんならどんなセリフやシチュエーションで告白するか筋なしじゃないけど、あ、俺相手にしてくれる、ショッツ相手に実演でお願いします。お珍しいやつやな。あ、んでスペック、さっきの多分そうスペック出して、さっきのスペック、私22歳、あ、俺25歳か、若いな、相手25歳、うん、出会いは1年前英会話学校で知り合った、知らんわそんな、クラスメイト週1で、あ、英会話クラスが週1であるのね、週1で会う、最近個人的に LINE するようになり今度ご飯行こうと言いながらまだ実現はしてない現状。あ、それはセフレになりかねないですね。は、え、なんで。いや、だって LINE して今度ご飯行こうって言いながら実現してない。英語で I love you だね、恥ずかしいそれは恥ずかしいわ。寒ってならへん、私英会話学校行ってて、そんな日本人の男友達から I love you って来たらドン引きするけどな。先生からやったらいいね、外人の。微妙って、それは寒い、どうするかな。あ、外人の先生からって、なんでそんなバタバタバタってこぼしてんのか。え、飲んだこれ。あ、そうそう、なんかめっちゃやってるもんえ、どうしよう。じゃあ私が、22歳で出会いは1年前英会話学校で知り合ったクラスメイト周一会う。え、でも私はまずあのこのあのご飯に行こうとすることを実現させるように持っていく、まず。あ、でも告白したんやろ。だ、したいんやろ。だからそのご飯行った時にするってこと。そう、私は絶対そうする。そのご飯行こうって言って、例えば、うん、こう、例えば自分が知ってる美味しい店とかあるやん。例えば、まあ、ショッツを誘うなら、ショッツってそういうなんかカレーとかハンバーグとかこうちっちゃい子が好きそうなのも好きやん。そうやね。そういう店で、美味しい店で自分が行ったことある店とかリサーチをして、あ、そういえば、あ、そう、ショッツくんってさって、うん、あの、ほにゃらら好きって言ってたやんって、めっちゃ美味しい店あんねんけど一緒に行かへんって行く行く、この二人でだったらどこかならんやわって言って、で、その日やな、うん、で、その日にちょっと私やったら、例えばいつもやったら英会話スクールに行くときはジーパン、T シャツみたいな格好やったらちょっと女の子らしくしたり、いつもと違う自分をちょっと演出するかも。あ、私今日デートやと思って来てますよって相手に知らせるようにする。私だったら、あの、今日はショートヘアしてみたりとか。ショートにはせえへんかな、うん、けど例えば、あ、英会話学校終わってから行こう。あ、それが一番早いよな。いや、でもちゃうねん、わざわざその日その人に会うために出かけるっていうステーションが多分必要やねん。あー、特別感ね。そうそう、だから言ったらこの LINE で今日会えるってその2人で会う約束が実現しないような相手ならご飯に誘って、あ、叶わないような相手なら付き合ってももらえられへんわけやん。それでもいつ言った、いつ誘ったか告白ってこと難しかったっけ。今度ご飯行こうっていつ言った、私告白あんましたことないからな。いつ言ったかとどっちから言ったかにも変わってけへん。今度ご飯行こうやって男が言ったのか、うん、女の子が言ったかで、それで実現してないっていう、女の子から誘って実現してなかったら脈ないからね、はっきり言って。はぁ、もう身も負担も、いや、なくない。だって俺、あの、女の子から誘われてご飯行こうっつって、あの、いかんかったら、あの、全然なんかの脈なしやもん、やっぱり。まあ、とりあえず、あの、筋なしやれ言うてんねんから、やったったらええんちゃうの。筋なしじゃないけど、言うとったら、やったやんの、やんの。いや、でも、どうしたらいい確かに
やったらレストランを予約してサプライめっちゃ大掛かりやな。マジで私そんなんようやらわ。今の彼氏はそういう感じなんですか。やばいな、超幸せもんや なすごいな。いやでも私は基本的に告白をせえへんって言ったよな。せえへんし、相手がもう絶対うんって言うって分かってな言わへんというか、今まで告白って何回した。えちゃんと相手に何も知らしめずに好きなんです付き合ってくださいみたいなのがあったことが、そんなんやらんやろ。やるわからん。俺7回ぐらいしたこと。振られた。いや振られて、何その振られたが大体あれになってんの。いやでも、そのうちの2人ぐらい。そういう告白はないってことやね。2人ぐらい振られてると思う。私の方がさっき結局好きって言ったなぐらいとあるけど、いや振られてないかな。そのでも告白するときって大体もう決まってるよな。大体確定してない。あもう絶対付き合えるわって思って告白せん。うん、でもこの子はそう思ってるからうちらに相談してくれてるんじゃない。あそういうこと、うん、あじゃあすればいいや。さらっと来た方がいいと思う。私はでもご飯とか、やっぱり LINE とか電話やったら分からへんやん、どう思ってるか。あ、めんどくさーとか思ってるけど、うん、忙しいふりして返事せんかもしれんし、うん、だからやっぱ相手をその逃がさへんためにも目の前で見て相手の表情を見ることは大事だと思うね。その自分が諦めるにしても言ったら、あ、ね、こんな顔をパッて私が好きって言った時にこの表情をするってことはもう私諦めなあかんなとか、うん、やっぱなんかとっさの判断が出ると思うねん。逃がすな覚えて犯人ちゃうよ。いやもう獲物として見るってこと。あでも私やったら別に一緒にご飯とか行って、うん、普通になんか焼肉とか例えば、いや逆にご飯に行ったら告白しにくない、しやすい。だってえ、いやだから例えばクリスマスとか何してるんとか言うたら彼女とかとあーんとか言っておらんとか言って、もう次のほんじゃ一緒に遊ぼうや私も暇やね男おらんねんとか言って、あもうその場でもう次の予定を組みながらのって感じや。そう、あほんじゃええでとか言って、うん、デートそれってとか言ってみて、あせこいなそれ、そせこいわ、まあまあ、言って付き合うって言うわけじゃないけどな、なんかデートってそれと思っていいんとか言ってこう周り固めるみたいな、あかな。うまいなって言われたら別にやめやすい。うまいな。うまい、うまいうまい、まあ、あそれはあの男あれですね、なかなかコロッといくじゃないとそんなさ、あうまいうまいうまい、あの私好きなんですけどってやってくださいえでもそれでもいいかな、それでもいいかな。そんなもし振られるときどんな顔するの。あじゃ あの帰りますみたいないやいやいや、じゃああの私お呼びでないみたいなね。うーん、いやだからもう確定これは私は多分付き合う、私はこの英会話で一緒になるんやったらあわよくばまたその友達としてもさ、うん、遊べるようになったのがいいやん。もう英会話教室で毎週会うの気まずくて。えちょっとさっきの質問もう一回見せてくれへん。まあそうやけど、アーリーめっちゃ可愛い。今までの写真貼って内緒の手紙も書いて渡したいわ。いやーそれは萌えですね。幸せやな。それはもうそらそんなかそらは利息やわ。好きな人にクリスマス前で告白するやろ。いや告白するってことはこの子がどれぐらいのレベルでほんま考えてるからな。だからのレベルの子なんかっていうかと思って。いやいやじゃあほっといたそれをどんだけ偉そうな。そこまでは俺びっくりした今あこの質問で一番大事なのはショッツで実践することです。あ、分かった。じゃあこうやって、はいはい、スペックとかもう一回見せてくれ。私は焼肉食べてるて。分かります。じゃあ前やんな、トイメン。うん、うん、大体トイメン。そういえばショッツってさ12月って忙しい。12月分からん。え、12月さ、クリスマスとか何してるん。英会話教室もさ、その日お休みやん、うん、食べ過ぎや肉おうおうそう、ほんでクリスマスは別に予定ないで。はい、お肉あげる。お、はい、はい、どうも。え、あの、暇クリスマス焦げすぎ。え、クリスマス暇暇暇暇って、まあ仕事かもしれへんけど。そうなんだ、彼女とかと会ったりせえへんの。彼女そうなん、うん、え、
私もあの今彼氏おらへんし、ほんじゃ寂しいもん同士一緒に遊ぼうや。長いクリスマス。そんな緊張してきた。クリスマス遊ぼうや。ええー、けど何して遊ぶの？そのえクリスマスに遊ぶの？えめっちゃめっちゃ美味しそうなな。あのさレストランさ見つけてんけど行かへんじゃん。それどう思う？何屋さんどんな系？なんかしょっちゅう好きそうなハンバーグとかステーキとかあったで。行く？それ行こう。ほんま？もう今から行こう。ほんでデートってことでいい？それデートでも何でもええよ。やったー。じゃあしょっちゅうとクリスマスデートしような。分かった。何どうする？飲む？飲むやったら車無理やしな。もうっていう話になるんだ。そうそうそう。男冷たい。そんなもんやろ。じゃこれは照れですよ。男ってこんなもんじゃない？石浦に食いすぎ、食いすぎやろ。いや、アーリンと付き合いで幸せ。こんなもんやって。ごめんね。あ、ほんま告白してない。誘っただけやん。あかんのこれやったら。好きってでももう相手分かるやんこれで。これで。分かるやんな俺の気持ち。こんな感じやって男。いや、じゃこれで言って。クリスマス。あ、俺やばいかも。それ気づかんかもしれへんな。あ、いやでもクリスマスやもんな。もう次の質問行こう。頑張って、あとは。はい、次の質問。させ。Q&A3。来年のエルクの野望を知りたい。希望はワンマン。あとグッズとか作る予定とかありますか？希望叶えたいですね。私は。喋らん。来年のエルクの野望は今計画中でありんす。快進撃の快進撃をやりたいなと思ってます。快進撃のまとめとしてまず1月にも動きがあり、うん、まあ春にも動きがあり、はいはい、夏にも動きがある予定でございますので、はい、皆さんあのアルバイトとかね、うん、仕事とかね、うん、そういうあのシフトの予定はね、はい、エルクのスケジュールを見てからぜひぜひ取ってもらえると嬉しいです。2月もね、あれもう決まってんもんな。ああ、そうやね、うんうん、そうそうそう、来年の、予定もちょこちょこもう入ってきてるので、はい、2月に野外イベントということで、これはいろいろね、日にちが決まったら、うん、もうちょっとちゃんと告知するので、はい、さらっということで Q&A 次の問題、あ、じゃあ質問まだありますか？多分あるんちゃう。問題 Q&A3。 今年の年末年始の休みに家族と大阪に旅行に行こうと思っているのですが、大阪出身の皆さんにぜひここはおすすめだよってところを教えてください。できることなら食べるもの系で お願いします。たこ焼き、お好み焼き以外で。あとリクエストは AKB48 の曲を何でもいいので歌う歌うことやね。 AKB といえば私あのフォーチュンクッキーがすごい好きで、それしか知らないので歌うのはそれかな。はい、自慢ばっかだね。ショー何？ショーが自慢してんの。あ、しかもアーリンから22歳の誕生日、レストランでアーリンが誕生日ケーキサプライズ。なんかサプライズされすぎじゃない君。ショーは返したん？サプライズ。そこやな、重要な。それで返さんって失敗してこう坊主にしたんじゃん。あれ、あの反省の色。反省の色。バカやな。怒られんの。どうすんのこれ。もう次大宮来てくれんかったらどないするのなんて。できることなら食べ物系以外で。私は。お好み焼き、たこ焼き以外で食べ物系なら、大阪はカスうどんが美味しいと思うよ。あ、でもカスうどんは藤寺に行かなあかんくない、うん、あと何かな。でも大阪の美味しいっていうのは基本的にその例えば高いお金何万円で払えるのなら、うん、高級料理の一流が立ち並ぶ東京が一番多分美味しいんやけど、その大阪のいいところは2、3000円の普通の晩ご飯に使うリーズナブルなお金で、いちいちネットとか調べなくてひょこって入った店でもどこでも美味しいっていうのが大阪のいいとこやから、結構調べなくてあれを食べたいと思って。ふるさとふるさといいよな、24時間空いてるしな。だからなんか私は結構失敗がないと思うよ、どこに入っても。居酒屋とかでもそのチェーン店は別やけど、だってさ、例えばさ、あの情熱ホルモンっていうホルモンの焼肉屋さんとかでもさ、大阪のお肉と東京のお肉全然違うし。全然違う、それは。そう、びっくりした、あれは。だからやっぱ、うん、東京って牛肉が高くて、あの家賃も高い分お肉の質が下がるから、焼肉はすごいおすすめだと思います、うん、大阪で食べるのは半額ぐらい、あの叙々苑級のお肉も半額ぐらいで食べれるかな、大阪やったら。大久保のなんかあのレベル、うん、
値段違う。上がったみたいな。スーパーの、あの牛肉のゾーンも全然違うよ。全然違うな、それは。あのすごく東京って豚のゾーンが多いけど、大阪は牛のゾーンが一番大きいからね。そのあの大阪人って肉って言ったら牛なんよね。いや、まあ肉って聞いたら牛と思うもんな。そう、豚とか、うん、鳥だけ名前言うね、うん、豚鳥って、うん、で、大阪人は肉言ったら牛やねんけど、肉あの牛肉って言うよな。そう、こっちの人は肉がその牛じゃないらしいね。あ、そうなの。そう、あだからすき焼きもその、あ、ポークすき焼きとかカレー、え、もポークカレーとかあるやんか。あ、そうやな。そう、だからそういえばそういえば、そう、もともとこっちは牛が大阪ほど主流じゃないみたいね。あ、そうなんや。で、うちの母親が言ってた、昔からなんだって。まあ、それはそうなんじゃん。牛肉食べれないの。え、めっちゃもったいない、あんな美味しいの。でもホルモンもだからやっぱその大阪やからだもんな。関西名もアーリーがうちショーからサプライズされたことない。だからやっぱだから坊主なんだよね。もう一生坊主のままやな、ショーはな。大阪おいで。あ、アーリンとショー今度エルコ大阪でライブやるとき遠征来たらいろんなお店も紹介できるしな。おいでおいで。おいで、まだ Q&A あるんかな。あ、じゃあちょっと一回 CM 挟んで続きいきたいと思います。ちょっと待っててね、ボモン。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。カツも美味しいし、あの薩摩の牛タンは美味しい。確かに薩摩の牛タンって大阪にあるの。薩摩っていう焼肉屋さんがあんねん。結構リーズナブルな。そうなんや。はい、ということで Q&A 引き続き行ってみたいと思います。 Q&A4。 もうすぐクリスマスですが、長いですねこれ。みんな好きね、クリスマス。昔から親が日本には正月もあるからクリスマスはやらなくていいという家庭で、サンタの存在も小さい時から信じることもなく、プレゼントをもらう習慣もないまま過ごしてきました。さらに30年間見事にクリスマスに彼氏がいたことがないのですが、なんとか今年はこのままいけそうな気いけそう、このままいけば続きそうなんです。そこでクリスマスに男性年齢は30歳にあげるプレゼントって一体何でしょうか。ちなみに彼は普通の会社員です。これはでもちょっと一番早口でちょっと読んでみて。この間、もうすぐクリスマスですが、昔から俺はもう無理やわ。せーの、もうすぐクリスマスですが、昔から親が日本には正月もあるからクリスマスはやらなくてもいいという家庭で、サンタの存在も小さい時から信じることもなく、プレゼントをもらう習慣もないまま過ごしてきました。さらに30年間見事にクリスマスに彼氏がいたことがないですが、なんとか今年はこのままいけば続きそうなんです。そこでクリスマスに男性年齢は30歳にあげるプレゼントって一体何でしょう。ちなみに彼氏は普通の会社にいるのです。あー疲れた。ということで何をあげればいいか。受けてるやん、めっちゃみんななんか。パチパチパチ。あ、年末旅行こういう考えてんねや、関西に。そうなんや。何かな。関西にいるよ。いや、これね、30歳やろ。でも、なんかやっぱり、女性も男性も、20代後半とか30代になると、やっぱアクセサリーとかもあんましょぼいもんをつけにくくなるやんか。言ったらあの高校生の時とかって3000円ぐらいのリングを送り合うのでもキュンキュンできたけど、さすがに30歳とか20代後半の彼氏に3000円のリングはあげられへんやんか。だからそういうこと考えてきたら、やっぱりあの普段使えるものやと思うけどね。あのだからその会社員なのであれば名刺ケースとか、そう、名刺入れとか、あのパソコンのケースとか、例えばさ、カバンとか腕時計とかなってくるともう何十万の話になるから、まあ裕福な人ならそれがいいと思うけど、
あとその趣味で時計って高くない？ G-SHOCK とか集めてる彼氏とか。ああ、いいよな。消耗品は私はなし派。あのプレゼントいちいちにもらってプレゼントってやっぱ思い出残したいから、私は自分が消耗品がいらないから。俺はあり派やな。ありなんや。クリスマスケーキとか嬉しい。全然嬉しくないわ。いや、そら SM コンパスとかどうってそれマイクやろ、シュアの。あ、持ってるからええかな。何やろうな。でもな、その会社員でその普段自分でなんか、いや、でもなんかキーケースとかさ、あ、そうそう、自分でキーホルダーとか、うん、そういうの、ちょっと彼女のセンスも活かせれるもので、うん、ブランドものとかで、うん、男の人が普段気づかなくてつけたらおしゃれなもの。そうやな。で、例えばこういうあのネクタイピンとか、こういう赤フとか、ゴムどんだけつけてんの。赤フとかでもいいやん。カフって何よ。あのスーツのここのボタン付けがあるカフとか、ああいうのとかって男の人よっぽどおしゃれじゃないといちいち付けがえへんから、ああいうのとか、そうネクタイとか。私も会社員の人と付き合ったことがないから分かれへんねん。俺名刺ケースもらったら嬉しいな。私だったらそうする。あ、スマホ対応の、あ、手袋いいね。うん、とか、なんかその通勤で聞く、あのヘッドホン、ちょっとイヤホンとか、うんうん、そんなんでもいいと思う。あとはその車のキーケース。その彼が何の趣味かよな。うん、そうやね。ビーツって何？何ビーツって？ビートかな。ずっとビーツって車？ビーツやそれ。ビーツか、まあそんな感じです。ヘッドホンっていうか、そのイヤホンとか、なんか今いい音の、あのこの間シワのやつとかいいの。ヤマダ電機行ったら、オーテクニカとかもう15万とかでヘッドホン売ってて、いや、それがすごい、それを買いってわけじゃないけど、そんなのからめっちゃいろんなのあったから、うん、なんかスヌープのやついいっていう。わかる、自分じゃ買わないけど、あれだと嬉しいものが受ける。わかるわかるわかる。そう、うん、だからちょっと、ね、あ、値段が張る、あ、ネクタイとか、そういうネクタイピンとか、うん、そういうものがいいかなと思う。男の人って普段そんなものを探しに行かへんと思うから。たこ焼き器とかいらんな。でもうわ、たこ焼き器なんかちょっとげんなりするわ。めっちゃいいや、自分で買わんけどあると嬉しくないしみたいな。これどこに直せって言うんよ。邪魔みたいな。今の家なってない。ずっとリビングにおってやら、たこ焼き器。次の質問ありますか。Q&A5。 前の2人の時のオイディアースを見てました。ありがとう。あの時初見だったんです。あ、これやん。これ先週のやつやん。あ、うん、最後まで見てしまいました。毎週やってるなんて知らなくて、先週見なかったしまって、今日もすじらさんありますか。毎週やってる。あ、弁護士と検事で架空の犯罪者、これやれって言われたな。それ考えてきた？考えてない、忘れてた。いや、まあ俺もそうやねんけど、でも弁護士と検事どっちやりたいって言ったら検事役がいいって言ったよ。うん、私検事で。とりあえず俺弁護士で守るわ。分かった。クンフーを。クンフーちょっと出演してもらうじゃん。あ、クンフー今日おらんのか。今日おらんかった。クンフーおったらおもろかってんけどな。誰か。ジュライショットごめんね、これからまたお見合いでね。あ、頑張ってな仕事。この寒いけど気をつけて、ちゃんと風邪ひいたかんで、ね、バイバイ。じゃあ弁護士。私これ全然できん。昨日晩練習してな、ナンシーと3人で。今まだあの岡村ナンシーうち泊まってて、私の料理のファンになったらしく、ジュライの料理が食べれるんやったら帰れんって言って、毎日ねキッチンをピッカピカに掃除してくれるから、私も毎日今ナンシーと、あ、じゃあ私が自炊してショットとナンシーと3人で食卓を囲むっていう、わけのわからなんか家族ごっこがこの2週間続いてるんやけど。昨日それでやったっけ、ケンジと弁護士で。なんか昨日やって、ナンシーがめっちゃ上手やって、あの人はすごい、私の人生筋なしようって言ってたな。平安時代から続いとるよみたいな話になってたら、そう、めっちゃ面白かった。めっちゃおもろかったけど、今まだ太ってるから、おいでやんす、あと1ヶ月ぐらいかかるって出るまでに、うん、やってみる。とりあえずやってみようか。私これ苦手よ。じゃあ俺弁護士やもんな。はい。こういうのってどっちから行くんやろ。弁護士から行くんやったっけ。どっちでもいいんじゃないですか。じゃあ守るわ。はい、まずは。うん、うん、いつでも食べれるよ私の料理。じゃあやってみる。できる気せえへんわ。ちょっと待って、やばいな。やって難しい、めっちゃこれ。弁護士と検事とかむずい。さっきみたいな、あの初恋とか、そんなの方が簡単よな。またやってみる。
いや、こちらにはアリバイがあるんです。そうですね、11月19日22時40分あの日、彼は彼女、めぐみとお酒を飲んでました。なので11月18日22時40分のアリバイは証明できます。え、終わり終わり終わり、ちょっと続いてるんだ、まだ。あ、そうかそうか、うん、いや、そんなもんじゃん、これでこう戦うんじゃない、ちょ、もうちょっとやって、ちょっと、そう、彼は彼女、めぐみがいるから他の女には興味がないと言い張る。意義あり、はい、じゃあどうしてあの彼は他の女に興味がないって言ってるのに、ほら見てみろ、この11月17日、めぐみじゃない女と歩いてる裏は取れてるんだ。意義あり、これは意義を認めません。これは意義を認めません。これはこれは一緒に番組をやっていたオカマです。むずない、無理やわ。むずない、無理やわこれ、むずない、これ無理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 、いや、弁護士と検事、むずいな、もうちょっと簡単な送ってきてやってほしいんやったなぁ。一緒に番組やってたオカマ、むずいな、めっちゃむずいわ。ちょっと出してよ、じゃあちょっと出して、なんかするから、このな、検事と弁護士って言ったら、その架空の犯罪者が何したかぐらい決まらない。でも夫婦がおったらなんか適当だもん。わかるわかるわかる、うん、ちょっとなんかもうちょっとその2人でできるお題ちょうだい、うん、昨日あれ何でやったっけ、なんかあのナンシーとやったやつ、あれはバスケットボール部のキャプテンとなんか昨日家でナンシーがバスケットボール部のキャプテン、ショーツがバスケットボール部の後輩、マネージャー、私がマネージャーっていう3人のやって、そう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 、あ、別れたい 彼女と引き止めたいから、これだから、これはできるで、別れたい彼女と引き止めたい、うわー、わかったわかったわかった、了解了解、じゃあ私から行くわ、はい、まあ私あんたのことがほんまに嫌いやねん、ほんまに今すぐ別れて、でも俺は好きやねん。じゃああんたな、いつもそうやって言うけど、なんで嘘ばっかりつくの、今日かってな、あんた寝てたって言ってたけどな、あん時他の女の家におったやろ。いや、寝てたよ、あれは。いや、あれはあれやねん、あれ、あれ、機内モード、もう、あれ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 って、あれが多い時や、あんた嘘が多い時や、機内モードやって、何機内モード、じゃあ、間違えて、じゃあ見してみて、携帯、機内モード、ほら、ちょっと、じゃあ携帯、ちょっと見してみて、携帯は今、携帯見せられへんのやったら、もう私は今、あなたと別れる、携帯は今寝てるんです。携帯お休みです。携帯見して、じゃあ携帯寝てんねん今、ほんでじゃあちょっと電源入らへん、ほら電源入らへん、携帯って言うなのあんた、ほらどんなんやろ、ほら電源入らへん、電源入らへん、あかんな、これちょっとあかんか、ちょっとちょ持っていくわうちらの喧嘩みたい携帯持っていくわ、携帯明日持っていく、明日見せるわ、じゃあほんじゃあんた何この髪の毛、これお前のやって、ほら私こんな短いけど、いやこれ私こんな短い、これ前何見てこの髪の毛、ピンクやけど、ピンクやけどピンクやけど、これ何この髪の毛、これあれや、ピンクやけど、この髪の毛、これあのあれ、あのめぐみのや浮気してるやないかいみたいやっちゃったこの方ができる、確かにできるな、ちょっとこの方ができるね、ちょっと出して面白くなってきた、もうちょっと出して、もうちょっと出して、もうちょっと出して、じゃあもうちょっと出してよ、早く、みんな笑ってるだけじゃなくて、そうやね、そうやね、これ面白いよな、多分あの人もうちょっとおった方が面白いかもしれん、でも3人ぐらいおったら昨日結構展開が違ったやん、で反対バージョンやる、あー、分かった分かった、私が別れたくないっていう方、あー、分かった分かった、いやもう無理やねんって、はっきり言って、だって別れたら生きていけないもん、いや生きていかれへんって、お前絶対生きていけるって、それは別れたら生き、じゃあ私もう死ぬ、死んでみろよ、じゃあ今すぐ死んでやる、別れる、私死んでやる、じゃあもうそういうメンヘラなん無理やねん、死んでやる、そういうとこが無理やねん、俺はそうやって自殺とかすぐ言うから、じゃあ死なへんかったら一生一緒乗ってくれる、なんでそうなんだ一生一緒乗ってくれる、一生一緒にってならへんやろ、お前そんな、すいま死ぬ言うてたやつが、いやちゃうねん、お前と別れた理由はもう一個あんねん、めっちゃだるいやつや、お前と別れたやつはもう一個あんねん、お前あれやん、
あのド M すぎるやん。何の話そのあれやねん、俺そのだって別れたくないだけやん。ただ普段なんかその元彼がなんか殴ってたとかどうか知らんけど、元彼の話じゃないもん。そんなん俺は別に私が好きなのはしょっちゅうだけだもん。好きとか言ってお前は優しすぎて嫌やとか言ってくるやんか優しすぎるショッツが好きなんだもん。あれちょっと変わってきたやんけ一生一緒に乗ってくれる一生一緒にってだからちおらへんわむずいなこれ下手くそ逆がむずいやなこの人。俺からだって別れるっていうことがあんまりないもん。なんかあ普段だな。そうあいつも振られるの。振られる、大体振られる。あまあ別に自業自得やねんけど、振られるように持っていってるかもしれへんけど、うん、振られる。振られるように持っていってるかもしれないですけど、うんうん、振られる。ああそうなんだ。大体振られる。いつも何が原因で振られるんですか。まあ大体まあ浮気ですかね。浮気はどういう時にしてしまうんですか。やっぱり彼女じゃ満足できなかった時ですかね。どういうことですかまあ言えばまあ夜の営みですかね。いやでも宿題をしない子供と宿題をさせたい親。おあそれ面白そう。ちょっと一回やってみよう。そうややろ。うん、あそうや。あやいや子供の方やんの。どっちがいい。じゃあ両方やってみよう。分かった分かった。じゃあ、うん、私から子供やろう。分かった。私から子供やろう。俺おとんとかでいいの。おかん役な。何でもいい。おかんの方がいいな。何でもいい。あんたこれまた仕事じゃ宿題してないやないの。あんたもう夏休みもあと1日で終わりやで。どういうつもりやなこれ。あんたちゃうで。これ別にやっていかんでええやつやん。いやいやいや、でもこれ日記だってみんなもやってへんもん。やっていかんでってこれ日記って。だってこれ私だけちゃうもん。私だけだからちゃう。みんなもやってへんもん。じゃあこの日記は何やん。何やにくんもやってへんって言ってたら関係ない。これやらんでええやつやん。だって何やに先生怒らへんもん。いやいや先生怒らへんだからこれはやらんくって。いやだってそんな大人になってからだって小数点とか関係ない。歴史とか知らんくっても大人なっても生きていけるもん。小数点もこれからどんだけ必要になってくるか。じゃあ教えたろおかんが。じゃあおかん教えてみいよ。小数点っていうものはですね、あれやほら消費税は何でかけたらええねん。何パーとかやったらわからんやろ。計算式出てけへんやろ。電卓あるや。おかん古い人やからそんな今の子はみんな電卓とかパソコンとかスマホでわかるんやで古い人、そんなん別に計算なんかできひんって言っても今の子供は生きていけるんやで。漢字なんかわからんく言っても変換をしたらできる。あんたたまりいたパパパパはもう出張中や他の女と出張中やんでちゃうねん。あんたこれじゃあ日記はどうすんの。日記はほら7月20日から書かなあかんの。7月20日今日もおかんに殴られました。そして寝ました。終わり。それ今日のことやないかいってないなにこれ。ああ疲れたじゃあもう反対バージョン。これおもろい。分からん。じゃあ俺子供やるわ。分かった。ノック、コン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 、ケンジお父さんの。なんでこれ。これお父さんの。この瞬間はお父さん。これはお父さん。男の人同士の裸じゃない。いやあなた、え、何やってるの。え、ちゃんと宿題はしたの。え、だってお母さん宿題はしたの。ちゃんとほらこれ、はい、宿題をしなさい。英語の宿題。いや、宿題やったし。じゃあ、宿題俺やったし。じゃあ分かった。学校でやってきたし。じゃあ分かった。明日の夏休みになる前に学校でやってきたし。お母さんがあなたの試験の先生役してあげるから、うん、今から英語で自己紹介してみなさい。はい。あの、なんか夏休み明け英語でプレゼンがあるでしょ。英語で自分の、うん、自己紹介しなさい。 My name is Kenji.ショッツショッツ名字ちゃうでしょ。えショッツでよ。はい。マイネームズショッツ。じゃあショッツ、マイネームショッツです。でプレゼンテ、ちゃんと自己紹介。ちょほらあの宿題やったんでしょ。マイ
サマーエンジョイエブリデイホームゴロゴロ。あかエルクストリートってアホやと思ってるからやめろ。小学生とか焦ったやろ。あ、よかった。アイアムって聞いてんだよ。アイアム何を。アホ丸出しやって宿題やってます。じゃあと宿、私がじゃあ質問出すね。枕あれ優しいの枕枕よ。季語を使って俳句を作りなさい、うん、はい。ああ、この冬でいいですか。はい、冬で、俳句、はい、俳句って五七五七七五七五五七五七七やんな。五七五は短歌じゃない。短歌か。俳句って何やったの。俳句って何でもいいんやったっけ。季語やったら五七五五七五七七。ああ、寒かったあの頃君は怖かった怖かった。関係ないやん。だから五七五で終わっとるやないか。あ、じゃあ短歌でいいよ。短歌が五七五七やな。そうかさ、うん、そうやな、だから俳句やもんな。俳句でいいよ。ちょっと待ってや。雪の空、はい、見上げて、見上げて、いいな、嬉しいな。じゃあお母さんやってみてよ。お母さんについて、お母さんについて、あの俳句を季語なし、季語なしで。あ、もう冬の季語で。 お母さんは冬、あ、わかった。ぽかぽかストーブ前で分からんな。ちょっと待って、難しい。むずい、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 むずい。ストーブ前で、ストーブ殴り合い、ぽかぽかストーブストーブで、ストーブぽかぽかストーブの上、ストーブ前でとか、ストーブの上、ポッカポカストーブの上、ストーブ夜間、え、うん、もうわけやからどうでもいい。いや、寝るおかんあかんやろ、ストーブの上で。あかん、焼けてまうおかん。やっぱ殴り合いが一番いいんじゃん、ストーブ前で。これ難しいな。いや、難しい。面白かった、筋なし。なんで、ほんまや、筋なしやったわ、これ。そうやね、筋なしだなと思って。何やって、一回もう一回 CM 行こうか。そうやね。うん、どうぞ。 CM どうぞ。もう終わって。経験者大募集。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク、うまそう。イオンインク。話変わるけど、パクチーってみんな食べれる？俺無理やね。私、あのパクチー、私もともと食べれないものがなくて、うん、なかったけど、シソ、大葉ね、シソだけが食べれなくて、匂いが無理で、大根草系が苦手で、私パクチーも無理やって、初めて食べたのが、あの大阪の昔、うん、ヒルトンホテルっていうところにあった、またあの海鮮中華っていう、結構その高級なレストランで前菜で出てきたわけよ。何をしそうか、あのパクチーが、そう、前菜で使われてた魚にパクチーが入ってて、うん、それが初めて あのパクチーとの出会いで、私ほんまにトイレの芳香剤が間違えて入ってるんかって思ったんやけど、一緒に行ってる人が普通に食べてるから、
あのそれセロリでこういうものなんやと思って気になりながら帰って、うん、でその後タイ料理とかがすごい流行るようになって、うん、あれがパクチーやってことが分かって、であのずっと食べてたら私慣れてきて食べれるようになってパクチーが、パクチーよ、で、うん、今日あのトムヤムくん焼きパスタっていうのを、うん、さっきあカフェで食べたんやけど、カフェ、そう、うん、そのパスタにわーって上にパクチーがかかってて、うんうん、で食べてんけど、うん、めっちゃ美味しくて、美味しいんかい、あ私パクチー食べれるようになった、この癖のある味が癖になってきたと思って、うんうんうん、であのやっぱりお野菜とかって匂いのきついものとか味のきついものほど栄養があるっていうから、あそういえばこれはどういう栄養があるんかと思って検索したらすごくて、パクチーがあの放射線物質とかあの人間が生きてて、うん、あの体に蓄積する水銀とか鉛とか、うん、成分が全ておしっこやうんちになって除去されるのって、パクチーめっちゃ食わなあかんやん、あの、うん、美肌とかにすごい効果があるって書いてて、トムヤムクンパスタ何やったアッパホテルの2階にあるやったっけ、うん、あと美味しかった、いやそれそれを呼んだら、うん、もっと美味しく感じてきて、へえ、そうなんや、やっぱりやったセロリとかも食われへんな、そうすごいらしいよ、だからほんでなんかその放射線物質を除去するにはパクチー以外にはあとな、納豆もそうなんじゃなかった、納豆、うん、わかめ、パセリとかその辺らしい、パセリは俺昨日めっちゃ食ったわ、そうそうって言った、あ1分前やってもうあれもう終わってしまう番組、あエルクティーね、完売してます、 S はあるんだよ、 S サイズは残ってます、で L サイズがあと1着です、そしてエルクストリート12月は12月23日渋谷グラッドでモアザンヘブンというイベントにゲスト出演が決まりました、はい、ありがとうございます、はい、あ、そう玉ねぎもすごいいいらしいよ、あのデトックス作用があるって言って、うん、でまあ、12月は、まあ、第1か第4かぐらいに、そうタウルスのねちょっと復帰はまだ未定なので、ちゃんとあのいろいろちゃんと分かることがあればあの、はい、追ってこちらから報告します、いつもやる会おいでやんす、ありがとうございます、今日もありがとう、来週水曜日10時もぜひぜひ見てください、グッバイ、質問とかも受け、あ AKB 歌うの忘れた、来週歌うの忘れた、ごめん、質問コーナーはyelkstreet.info@gmail.com まで、OK、そのいてビクビクしててはつかめないような方を食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って女子供養いこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持って夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ、この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。